そうしたら、ね、踏切のとこに要はやじ馬のような人が、ね、たくさん並んでるわけですよ。その中にちょっと異様な人がいたんです幽霊騒動のせいで食べ物が喉を通らなくなってかなり痩せてしまった人が複数いたらしいよ。 最強ゲッコアチャンネル。本日のゲストは西浦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうあの、コラボをするたびもう本当に楽しくて楽しくて、ずっと話していたいなと思うんですよ。で、あの、早速なんですけれど、はい、いきなりもうこのチャンネル無茶ぶりなんで、階段を一応お願いできますかね。あ、はい。なんではい。 ええとですね、ちょっとね、あのー、ま、あ先生とね、コラボしてる中で、ちょっとね、えー、さっきちょっと鉄道階段みたいなお話が出てきたんですけども、はい、鉄道にまつわるお話ちょっとね、あのー、させてもらえればと思うんですけど、あのー、こういうね、東京の方の、えーと、私鉄の話なんですけども、はい、まちょっとね、西東京、東京の西側の方をまあ、に向かってね、走っていく鉄道だと思ってください。うんとその鉄道のお話で、そのね、えっ、ー、と、 電車の車掌区にいる方で、まあ、要はうちのね、車掌区にこんな話があるんですよっていうのを聞いたんですね。で、それってどういうことかというとね、えっ、ー、と、まあ、要は十十20年くらい前ですかね。20年くらい前に、えっ、ー、と、その、えー、西東京の、ね、方に向かってる、その電車、まあ、夕方の時間ですね、えー、走ってたんですけども、まあ、とある駅、H って駅なんですけ H って駅の、えー、ホームのすぐ横に、ね、踏切があるんですね。で、 そこのね、踏切、まあ商店街みたいなのが近くにあるんで、ちょっとね、あの、一通りが多いんですよ。で、当時はまだ高架橋とかね、何もなってなかったんで、要は道の上にこうね、普通に線路があって、そこに踏切がかかってる。で、まあ、えー、結構ね、電車の、そこはあの停車駅が多かったり、急行がね、通行したりっていうので、結構ね、あの、電車の本数が多かったんですね。なので、なかなか開かずの踏切になってるとこなんですよ。で、そこに、まあ、えー、急行列車が、 入ったところで、えーまあ、ホームの端にある踏切に差し掛かって、まあふまあ、ホームから出る形でこう、ねえー、踏切をこう、電車が出るときに、その踏切の中に遮断機をくぐって、女の人が入ってきたんです、主婦の方。ね、で主婦の方が、ね、もう本当に担架になってて、もう完全に踏切閉まってるのに、そこに、ね、遮断機を上げて走ってきたんです。で要は、えー、運転手さんの、ねえーまあ、列車 まあ特急ですから、結構早かったんで、ブレーキを踏んだんだけど、も間に合わなくて、結局、跳ねちゃったんですね。うん、でもちろん、その主婦の方はまあ即死という形でえ大騒ぎになった。ですぐに電車をその踏み切りの途中で止めて、ですぐに、ねえー、まあ救出に行ったんだけども、もう女性の方、主婦の方は結構ね、えー、まあバラバラになってないんですけども、跳ねられて、亡くなってた。ですぐに救急車が来て、警察が来て、で、原爆軽傷だったんですね。 でえー、と僕もね初めて聞いてその、ね、あの鉄道の人間に聞いて初めて知ったんですけども、もああいう事故があると、例えば体の欠損とかあるじゃないですか、そうすると、えー、と途中、ね、その全部部品が見つからない、要はバラバらになった部分が全部見つからないと、えー、と電車って復旧できないんですって、よく、ね、あの階段なんかで頭が飛んでいっちゃって、頭どこ行ったか分からない。 それで、後にね、その近くのアパートで頭が出てきたみたいな話があるじゃないですか。ああいうことって普通ないんですっ。うん、全部、うんえと、手がなければ手を全部見つけるまで、ね、えー、持ち物もなければ、持ち物も全部見つかるまで検証するっていうのが、まあ、一般的なんです。で、はい、まあ、女性自体がね、跳ねられた女性自体は、あの、何もね、その、まあ、いわ え持ってたものとかね、えー、そういったねカバンとかそういうものはあの、まあ、飛んでったんで、それもすぐに見つかったし、女性自体はまあちぎれたりなんかしてなかった、欠損してなかったんで、まあ、すぐに救急車で一応ね、えー、まあご遺体なんですけど、一応死亡、まあ、判定してもらわなきゃいけないんで、病院に運んた。で、えー、運転手と車掌が、要は警察の事情聴を受けるんですね。で、これもね僕が初めて聞いたんですけど、えー、と電車を復旧する時ってえっ、ー、と 運転手と車掌っていうのは、やっぱり事情聴取で警察に連れて帰かちゃうんですって。なので、復旧するためには別の運転手、新しい運転手と車掌を連れてこなきゃいけないんですっなので、えっと、そこの鉄道会社の、えっと、車掌区から、車掌さんと運転手を連れてこなきゃいけない。緊急で、そう車掌区から空いている運転手さんと車掌さんを連れてくるっていうので、連れてくるのに約1時間ぐらいかかるって、車で来るんです。 電車止まってますから車で来るしかないんで、車で来るの大体1時間、引き継いで、電車復旧するまでにそのまあ運転手さんたち取り替えなきゃで要はえ要は、事故現場の検証と、そういったね遺留品とかを全部まあ回収するのに何時間かかる、どれくらいかかるのかで、電車の復旧が時間かかるんと,でとにかく早く復旧しなきゃ、夕方のラッシュアワーの直前だったので、早く復旧しなきゃいけないっていうんで、その鉄道会社のみんなが集まって大騒ぎして,てたんです。 で踏切はもう、踏切の途中で電車止まってますから、踏切縛りっぱなしなんですね。でまあ、要は横でカン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 、ずっと行ってるパあの状態だったんです。うん、で、カン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 行ってる中で、運転手さんと車掌さんがとりあえずね、えー、警察官、車、電車から降りて警察官の聴取を受けてるときに、何気なく、その車掌さんが踏切の方を見たんですって。 そうしたらね、踏切のとこに、要は、野印馬のような人がね、たくさん並んでるわけですよ。で、その奥にはね、車があってて、まあ、要は、こっちが当たろうとして、踏切につつ止まっちゃった車があって、で、ずっとね、踏切手前には、野印馬みたいな人たちをこうやって見てるんですって。その中に、ちょっと異様な人がいたんですって。なんだろうと思った。っていうのは、えっ、ー、とね、年の頃は50歳ぐらいの男性で、ちょっとね、頭が薄いんですって。で、上半身、ランニングで、で、 ランニングしか着てないですで。下はね、ちょっとね、えー、捨ててこみたいなズボンみたいな、よく分かんないものを描いてて、ほとんどね、えー、サンダルみたいなのが入っていて。で、うん、その親父が右手に金属バットを持って立ってるんですって、踏切のところ。全然分かんない形なんですよ、意味が。金属バットを持ってるだけで、ちょっと、ね、野球の姿してないだけに、ちょっともうすでに危ない人なんですけど、変な親父が立ってるんですって。えー、何だなんだ、あの親父って思うんだけども、分かんないです。 ただ、その親父さんが、の、事情聴取を受けてる、運転手さんと車掌さんをじっと睨んでるんですよ。この野郎みたいな感じで。えな、ー、んだろうと思うんだけど、わかんないです。でも、警察の人は、ちょっと、ちょっと、ちょっとこっち向いて、もう一回ちょっと聞かせてもらいますって言われたんで、しょうがなく、まあ、お前さん警察の方に向いて、事情聴取してるうちに、その男の人はいつの間にかいなくなってたんです。なんだろうという話になって。で、結局、 まあ、えー、2時間ぐらいで電車復旧して、で、まあ、行ったんですけども、運転手さんと車掌さんは事情聴取をして、で、結局、えー、帰ってきた時にはもうね、えー、終電に近くなってたんで、自分たち車掌区に行って、車掌さんのね、止まってる、まあ、とこに止まって、まあ、電車のね、で、えっ、ー、と、翌朝の、えー、始発の担当になったんですって。で、それで始発の電車の担当して終わりだって形になったんで、うん、まあ、ちょっとね、半日ぐらいその勤務が終えるのはずれちゃったけども、まあ、しょうがないと思って。 まあ、とにかく今日ね、人を引いちゃった、自分たちがね、引いちゃったっていうのはやっぱり気持ち悪いんですよ。飛び込んできたとはいえ。なので、ちょっとね、気分転換もしなきゃなって形になって、じゃあ、えー、まあ、車掌君のね、一番偉い方が、ちょっと2階のね、あの、宿舎でお前寝てけと、お前ら寝てけと。で、明日始発だからね、起きていけよって言われて、わかりましたって言って、2人でそのね、運転手さんと車掌さんの寝る部屋に行ったんですって、仮眠室。で、そこにはね、ベッドがね、6台並んでたそうです。で、 窓があって、カーテンがあって。ので、まあ、ベッド並んでて。で、まあ、なん,ていうんですかね。そこって、一応ね、えー、起きる時になると、あの、枕がね、こう、上がるんですって、エアーでグーって。要は目覚ましみたいにじりじりって鳴らすと、要は他の時間帯に起きる人たちが目が覚めちゃうね。その人だけが起きればいいっていうので、はい、枕がね、膨らむんです、グーって。それで、まあ、時間になると目が覚めるみたいな仕,仕組みになってるんですで、そこのね、始、え、発、ー、に合わせて、まあ、タイマーをセットして、で、二人で寝たんですって。 もう夜中の夜中ですよ。2時とか3時ぐらいですよ。あとね、1時間もしないうちにね、電車に行かないと幸せに間に合わないで、まだね、あと1時間ぐらい、寝る、起きるまで1時間ぐらいのところだったそうです。なんかよく寝れないんですって。明日幸せなのにと思うんだけど、二人ともなんか、なんか強着して寝れないんです。なんで寝れないんだと思うんだけど、まあ、うつらうつらはするんだけど、眠れないです。うつららおかしいな、おかしいな、と。で何気なく、はって目を開けたんです。 そうしたら、運転手さんも社長さんも両方と二人とも目が開くんです。お目があってお起きてると思った。何だろうねで、人間なく部屋の中を二人でふってみたら、その社長さんだけが寝てるそ部屋の中の入り口のところに誰か立ってるんですっえと思って見たら、金属ばっと持った頭の薄いランニング姿の親父が立ってるんですよ。あの雰囲気に立つと親父が立ってる、えー。えーえー、と思って自分たちびっくりしちゃってる。 で、飛び起きようとするんだけど、話しりにあったのか、動かないんですよ、二人とも。で、目だけ動いて、どうしよう、どうしようって言うんだけど、二人で目,目配せするんだけど、どうにもならないんですよ。どうしよう、どうしようっていううちに、その親父が、金属持ったバットを持った親父が、スッっていなくなっちゃったんですはい。その相談は二人とも動いて、うわーっと起きるわけですよ。で、まあ他のね、運転手の方、もっとね、遅くの時間の、えー、起きる人たちも一緒にその声で起きちゃったんですどうしたんだっていうこと今変な人がいた。 話え本当かいや、確かその昼間ね、事故現場にいた親父が、金属マットを持った親父が立ってたって、それはまずいだろうと思って、ですぐにね、廊下に飛び出して、2階全部見たんだけど、いないんですよ、そんな人。で、うん、1, 1階に降りてって、そ1階にはね、たりちょっとね、作業してる、まあ、駅員さん、まだいるわけですよ、中ね。で、行ってみて、誰か来ましたかって言うんだけど、え、誰も来てないよってなみんです。 そんな変な親父はいなかったし、誰かその建物に入ってきたってないんです。で、車掌区自体、その線路の操作場みたいって、周りに線路があるところの真ん中にポンと建物が建ってるから、要は駅の敷地に入ってきて、線路を渡って、その真ん中の方まで行かないとないわけですよ。入れないわけですよ。で、普通入ってこれないところだし、周りに、ね、入った様子ないじゃないですか。もうわ、気持ち悪いなと思う。で、とにかくこれ、なんかね、逆恨みして来てるのかもしれない。変なね。 で、ちょっと怖いからってことで、警察を呼ぼうって言って、すぐに警察を呼んで、で一応警察官に来てもらって、工場のお前さんに来てもらって、こんな方が来ましたって言って、で、まあ、運転者と社長さんは時間がないので、じゃあ、って、二人は社長さんは、あの、電車の方に行って、始発の電車に行ったらしいです。それで、えー、っとね、えー、始発が終わって、帰る時までね、えー、最後ね、大金の処理するんで、やって処理して、で、出ようって時に、ちょっとその、まあ、上司の人が、ちょっとちょ,ちょっと呼ぶんですって。で、 どうしたんですかって言ったら、昨日さ、なんか変な親父が来たって言ったじゃないかと。はい、あの、金属バットっぱね、あの、まあ、事故現場にいた、あの、親父が来てたんですけども、ってったら、本当に来てたって言ったいや、本当に来てましたってったそうか、ってっどうしたんですかって聞いたら、いや、その親父ね、事故現場にいた親父分かったんだよ、誰だか。でもね、昨日の夜中だともう死んでるんだってっええ、どういうことですかって。 んあの、事故現場の近くにね、公園があるだろう。あそこでね、夜のね、10時ぐらいに首吊りしたいで見つかったんだって。えぇ、ー、だから、2時過ぎにここに来ることできないんだよ。えぇ、ー、何なんですかあの親父って言ったら。ああ、あの事故でさ、女の人引かれたじゃないかで。警察の話だとね、あの女の人の旦那らしいんだよ。<ん>え あの旦那さんって結構酒飲むと DV 癖があって、よく奥さんのことを殴ったりしたんでで、あの日も大あの近所の人からね、あの喧嘩してるって言って110番があって、行ったら親父がね、その奥さんを追っかけてる。金属バットを持って追っかけてるで。奥さんは必死に旦那から逃げるんで、わって走って逃げていくのを目撃されてるんだよね。で、次の瞬間、次のね、目撃談は必死に逃げてきた奥さんが、 踏み切り、遮断機閉まってるとね、もう追い詰められちゃって、遮断機を上げて、そこから線路に入ってきたところで、電車に離れて亡くなったんだよね。救いがなさすぎる。だから、そう、そのね、えー、まぁ、あ、DV してた夫なんだけども、その旦那さんは自分のせいで奥さんが死んだっていうのと、電車が憎い、運転手が憎いっていう思いで夜出てきたのかもしれないよね。嫌だねって話をしたんです。本当に嫌な話ですね。 で、えっ、ー、と、結構ね、その後、やっぱりね、なんとかその親父が立ってるの他の運転手さんとか車掌さん見てるんですって。で、さすがに怖いっていう話になって、で、その上司の方に、あの、夜な夜なあのね、とこにその親父の幽霊が出るって話をしたんですって。でも全然上司の方信じてくれなくて、で、嘘だよって言うんだけど、いや、本当なんですっていう形で、じゃあ俺一回泊まってみるということで、泊まれたそうです。で、翌日、 仮眠室別な部屋になって、そこは倉庫になったっていう話を、ね、聞きました。そんな話をね、えー、ちょっとね、まあ、ある電鉄会社に勤めてる友達から聞きました。む、はい、ちゃくちゃ怖いし、で、ひとこでもありますよね。そうなんですよ <laughs> あの、心理的な怖さもむちゃくちゃありますし、で、人としての悪意とかね、もう無念さとか、あの、残酷さとかね、すごい話をありがとうございます。<laughs> まあ、これ調べるとね、その、鉄道に飛び込んだ、あの、主婦の逃げて、主婦に飛び込んだって出てきします。探すと。はい。実際、えー、にあった記事が時間になってね。はい。 いや、じゃあ、もう特定もほんとガチな階段をありがとうございます。私も鉄道関係少し短いお話をと思うんですけれど、あの、昔、私と夫の二人で大陸横断鉄道アメリカのカリフォルニアゼファーっていう電車に乗って旅したことがあるんですよ。はい。で、あの、もうアメリカやっぱり広い国ですから、端から端まで行こうと2泊3日ぐらいかかるんですね、電車で横断するのに。で ネットも通じないようなもう広大な大地になんかバーッと走って退屈なんですよ。で、ラウンジでコーヒー飲んでて、アジア人の乗客は私と夫だけで、相手も少し、こいつら何なんだろうと思ったのか、暇そうなね、ちょっと兄ちゃんが話しかけてきたんですよ。で、仕事何してるのって私に聞いてきたので、まあ階段とか書いてる作家だよってって、で、あなた何か、 階段知らないって聞いたら、じゃあこの電車の中で話すのにとっておきな内容の怖い話があるよって。で、えー、っとね、1844年の古い話になるんですが、うん、みたいな感じで話し始めて、うん、シャイニングって映画知ってるって知ってますよって,って、全世界で知らない人間ほとんどいないんじゃないって言った。その中にドナー隊っていう、 事件の話が出てくるだろうって言って、まあ知らなかったという前提で話すと、まああの西部開拓市時代に、あの、あっちの方にいい土地があるよって言って、カリフォルニアのここまっすぐ行ったら、あのサンフランシスコの近道になるよみたいな確か話で、私も英語力が低いのでうろ覚えなんですけど、旅だったドナー隊っていう一同がいたんですよ。はい でもその教えてもらったルートがとんでもない道で、もう難所に続く難所で、行き着いた先が、うん、真冬で雪で降り込められてしまって、どこにも行くことがどナた隊の人たちできなくなってしまったんですよ。で、81人ほどの移住者がいたんですけれど、雪で食べ物もない。土地勘も当たり前だけど、ない。 助けを求めようとしても、行くことも進むこともできない。どうしよう、備えもない。だって、いい新天地で、暖かい場所に行くと思ってたんだから。そんな場所で生き残るために、彼らがしたことは、食人行為と、もう、上に苦しんで、目も見えなくなって、衰弱していく人、子供も赤ん坊もいた。見守ることだけだった。最終的に、 80人のうちの生き残れた人は40名ほど、半分以下だったってそんな場所の近くを今鉄道が通ってるんだよ。で、そのドナー隊の人たちが、まあ、亡くなったり、そこの立ち往生した場所をドナー峠って言うんだよ。そのドナー峠に、 差し掛かった時に、シティオブサンフランシスコっていう電車が雪に降り込められて立ち往生してしまったんだ。乗組の乗客たちは、みんなど,ど、どなたのこと知ってたから、なんでこんな場所で嫌だなぁ、豪雪したいとは言え、救出までどれくらいかかるんだ、無線連絡しても、拉致が開かない。その中で誰かが冗談で言ったんだ。 この中の乗客、だいたい200名ほどその電車の中にいたらしいんですけど、このまま閉じ込められたら、人殺しが始まってお互いの肉を食べ合うかもな。そんな冗談を飛ばす人もいた。そういうことがあったからかどうかわからないけれど、夜、静かに降る雪の窓しか見えない。それ以外何にも見えない。そんな車窓に顔を映したら、普通、 夜だったら自分の顔が反射で映るだろう。違ったんだよ。その覗き込んだ人は若い女だったのに、頬が痩せこけて目が落ち込んだ男が自分を見てたんだよ。これもしかしてドナー隊の犠牲者の幽霊じゃないか。それだけじゃ済まなかった。その乗客の全員が見たわけじゃないんだけれど、ドナー隊の犠牲者じゃないかって思うような幽霊をついついと 食堂車で行ったら子供の声で、お腹すいたみたいな、I'm hungry とか、I'm starving とか、そんな感じで聞こえてきた。一口ちょうだいっていう声とともに、袖を引っ張られた夫人もいたんだ。そしてその人たちが雪に振り込められて、結局電車動かなかったんで、除雪作業をしながらやってきた自動車によって、 救助されたんだ。うん、その間にね、幽霊騒動のせいで食べ物が喉を通らなくなって、数日間の間にかなり痩せてしまった人が複数いたらしいよ。うん、この電車もこれからドナー峠の近く通るけれど、今は冬じゃないけれど、よくそこに差し掛かった時に電車が故障したり、 覚えてないこの電車。数年前脱線事故起こして人が結構死んだよね。え、私そんなュニュース全然知らなかった。アメリカの情報なんで入ってきやしないから。日本であんま注意してみないと。え、そうなの無事に終点の駅まで着けるといいねみたいなことをか。コーヒーちょっと。そんな階談を聞きましたね。<laughs> あの、アメリカだとね、まあ日本で言うとね、あの、 高田さんみたいなノリですかね。はい、だから、シャイニングも発田さんのその、あの、場所に立つ、えー、まあ、ペンションみたいなところの一冬の管理に任されるみたいな背景があると知ってみるとね、また違った映画に見えるかもしれないですね。あそうですね。えー、あの、ね、あの、まあ、モデルになったホテルあるじゃないですか。はい。あの、シャイニングの。あれ、あの、そばまで行きましたよ。えー、すごい。はい。 どうでしたえどうでした周りのそこが行ったことないです。多かったりしてね、結構すごい感じですよね。えー、いいな出てきたの,あの外見だけは同じようなホテルなんですけど、な内装とは全然違うんですよね。へ、えー。あれ、あの、まあ、ほとんどあの撮影用に1棟建てたらしいよ、ホテル。えー、そうなんですかいや、だからと、お金ありますよね、当時ね。ね、えー、っと建てたらしいです。だから、あの、 もう本当ね、ホテルも形が中,中の内装とかね、全然違うんですけど、外の、ね、外見は全く同じような形らしいんですけどね、そこはやっぱり雪で、ね、<ー>閉ざされちゃうんであの、本当にね、冬は人が入れないんで、カニにん入ってで、冬の間はまあ休業してる形、あのような状態らしいですけどね。で近くね、あの鉄道やっぱりあって、ハイウェイが走ってて、そこをね、車で走ってたら、そのハイウェイの横の方がね、えっ、ー、と、その線路だったんですよ。で まあ、川を渡って、向こうが、川がね、2キロぐらいあるんですけど、川の向こう岸がまだ別だ鉄道が入ってて、こっち側も鉄道が別だ鉄道が入ってて、まあ、周境なんですね。はい。ねあの、まあ、2キロぐらい先の方の、あの、まあ、貨物列車とかが見えるんですけど、もうね、長いんですよ。もう、とにかく日本では考えられないぐらい。1キロ以上あるんじゃないですかね、あれ、貨物列車自体が。 えね、これ引っ張ってるのがね、川沿いだから、川沿いだから全部見えるんですよね、頭から尻尾まで。はい。右から左、ずっと見てもね、列車がずっと続いてるんですよ。これ、ね、どこまで続いてるのかとて、ね、見てたのありましたけど、やっぱりアメリカ、規模大きいですよね。大きいですよね。あの、本当にねあの、空気遠近法っていうのですか、絵の,絵の描き方でね。の建物が 建物とか岩があの空気遠近法で青く見えるってあるじゃないですか。ああ、ありますね。ねあれ、実際青く見えるっていうのは、要は東京とかね、ああいう空気の悪いところは白っぽくなっちゃうんですよね。空気が澄んだところだと青く見えるんですよね。で、本当にね、遠くに見える岩が青く見えるんですよ。<ん>で近づくにつれて、だんだん色が出てくるみたいな感じが本当にね、あって、ああ、アメリカって広いなと思いましたけどね。<ー>でもいいですよね、なんかね、ちょっとその、 大陸を渡る鉄道でね、そういう話聞くとちょっと怖いですよね。そうですね。で、あのー、割とね、日本じゃ信じられないようなね、ホスピタリティでしたしね、あのー、電車がガシャン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 揺れるんですけど、そう揺れが半端じゃないんですよ。こんな感じで。はい、<laughs> で、そんな中で、あのー、 はい、ジュースとか言って、バシャッとかかかって、まあまずこんなに揺れるんだからしょうがないよね、みたいな。びしょびしょのテーブルクロスの上でご飯食べましたね。こうやって考えると新幹線って静かですよね。<laughs> すごい静かで素晴らしいと思います、ね。やっぱり日本のそういうとこすごいですよね。2 0 0キ m 走っても揺れないですもんね。ええー。やっぱそういうのこだわり ちちゃうう人たちなんででしょうねで昔あの、えー、っと、鉄道階段で調べたんですけれど、新幹線の初期の頃はね、トンネルあの抜けるときにね、あの、圧縮された空気がポンって出るっていうんで、あの、はい、もう本当に線を抜くときみたいにポフォってなったりしたみたいで、その衝撃で窓が揺れたりしてて、最初それを怪奇現象だと思った方々がいたそうですね。<ー>で、改良される ううちっていうか割とすぐそれは改善されたらしいんですけれど、まあ、初期の頃やっぱり試行錯誤の連続だったんじゃないかなと思いますすねねねそうねそうですよ、ね、新幹線なんかも鼻が長いのはあれあの空気抵抗あれをな,なくすためなんですよね、あのトンネルの中に入った時に、きに、はい、窓、はい、ガラスとかにあのあ空気が当たって、ぼンっとこうなったりしないために、あの鼻が長くして空気を頭の方で流して、後ろの方ににう,うまく流すんで、スポンって抜けないような感じらしいですよね。へー そ要は空気抵抗でもそのスピード出すためのじゃなくてトンネルの対策なんですよあれほとんどは。あそうなんですね。そ,すそれで鼻が長くなっちゃうんです。刃物みたいに、どんどん,どん,どん,どんくし橋みたいにね多くなっちゃうっていうのは、ね、やってましたけどね。ああ、いやー、なんていうか、もうなんでもご存知ですよね。いやいやいや、そんなことないですけどね、でも、ねでもすごいですね、でもいいですね、アメリカの鉄道乗ってみたいですね。 あすごく、あの、一回だけしか乗ってないんですけれど、まあ、あの、まあ、新婚旅行がてらみたいな感じでね、あの、夫と行きましたね。また、機会があれば、あの、乗ってみたいな、と、あの割とね、そんななんか、もう薄いコーヒーだったり、もう揺れるとか、いろいろありましたけれどね、あの、すっごいコリっぽい匂いの毛布とかね、でもすごい楽しかったです。あいいですよね、なかなかね、すごいいいな。 なのでね、日本の本当に電車入揺れないですもんね、なかなかね。そうですねで寝台電車が、ね、どんどんなくなっていくのもね、そうですね、あのあ<の>岡山からあの鳥取出雲の方に向かう、あのなんだっけ何,何店かな、ね、国,国鉄、まあ、サンライズ出雲じゃなくて、あのまあ、在来線なんですけど、あの振り子式の列車があるんですよ。 山、ね、あの山をこう縫って走っていく路線なので、要は急カブが多いんですね、でその時に車体がこう傾いちゃうと危ないんでっていうので、この傾いた反対側にあの振り子が触れて、う,うまくバランス取るってなって、振り子式の列車が今走ってるんです、もうすぐ廃車になっちゃうんですけど、それがね、また揺れるんですよ、振り子式なんで、ガン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 揺れてて、まあ、とんでもない、たあの,の JR1 列車が揺れるんですよ。 だから岡山からね、と鳥リり荷造のほうに、ね、行く在来線あったら、ちょっとね、乗ってみてください、すっごい揺れますから、あちょっと調べて、もうすぐね、振り,子振り子式がなくなっちゃうんで、ちょっとね、また揺れない式の電車になるらしいんですけども、えー、それはそれ残しておいてほしい、うん。そうですね、なのでね、すごい面白いあい電車でしたけどね、はいはい。 ありがとうございました。ということで、今回ゲストは西浦さんですよ。本当にあの、すごい貴重な情報をね、もう鉄オーターというか鉄の方を大満足いただくようなレアル情報も含め、あの、ありがとうございました。またぜひぜひ、あの、出ていた,いただけたらと思うのでよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。